日本古典文学体系は1967年までに、新日本古典文学体系は2005年までに、岩波書店で出版した日本の古典文学を対象とした文学総書である。上代から近世までの古典文学を対象に、全百巻が刊行された。第1期は1957年から1962年に、かけ、第2期は1967年までに刊行された。 書目は、おおむね、第一点に木とも年代順に並んでいる。1989年から2005年にかけ、改訂版の形も金収録書目を一部入れ替え、新日本古典文学体系全百巻が刊行された。これは当初発行されたものに対して、新体系、あるいは背拍子の色から青体系と呼ばれている。旧体系は今日大半が絶版だが、旧系にあって、 新大系に入っていない書目のいくつかは1990年代になって日本古典文学体系新装版で再刊された。旧体系、新大系ともに収録書目は江戸時代以前のみであったが2001年より明治期の日本文学を対象に新日本古典文学体系明治編全30巻が刊行している。この3種類の奏書から 岩波文庫に収録されたものもある。ただし、文庫収録のものは、行為、注釈、解説などが一部省略されていることもある。監修、高木一之助、西尾実久松瀬日、麻生磯寺、時枝元木第一期、第二期編集委員、中野光都市、川慎介、延子正春、日野達夫。ありがとうございます。